役が、割がランダムに決まります。そのまままあお男待ち性陣くだだからさい。私はね、怒るかもしれませんけど、女性に優しい男だからね。あなたの役割は、なかな教か、授。観戦で見たけど、騎士の鳥きついね。夜になりました。騎士そののま鳥まおだ待から、ち騎士くのだ可能さい。性もわずかに追わない、乗っ取りの可能性も追わなきゃいけないからね。完全で見た試合はもうね、二日目、日番目の二日目に、騎士が、まあ、騎士間で、プロ打たれたとこから騎士が出てきたって感じだから。もう考える時間なかったってやつだけど。僕のはね、4日目まで行ったから、まだ騎士の鳥終えた。4日目まで行ったから。4日目まで行ったっていうことで、騎士の鳥は終えた盤面やな。お待ちください。そうだね。わかりやすい時あるよね。あまり議論に参加もしてなかったから、あえて。朝占がい来真意まもしつけた。ないよう初日の襲撃はありません。6番さんが発言します。に。はい。占い師でした。なかなか4まあ、日特目にまでないっ残ってするからね。別可に。能性はあった。まあ、あんまりあれなんですようん、ね。4日目まで残ってるから。まあ、ちょっと。嫌いなんですよね、占い師。で、ちょっと萎えてるっていう感じですね。まあ、なんで、まあ、僕のシーンは、まあ、拾える人には拾えると思うんで、まあ、考察はしますよ。考察はしますけど、まあ、拾ってくださいとだけ言っときますわ。はい、以上です。7番さんが発言します。はい、村人陣営特に支障ありません。6が5しろってことでね。まあ、苗パッションって言って、まあ結構それ新感情はあるかなって思うけど。まああとは強靭感情もあるよね。なんかちょっと、釣られてもいいよぐらいな感じかな。まあ、ローっぽくはないなってだからちょっと感じたかな。まあまだ早いけどね。まあ、グレー精査するって言ってたんで、それ次第かなと思いますよ。まあどっちもある。まあ俺が新占い師で、最後の5城持ってたら潜伏するけどね。まあ、それが6番さんの思考がどういう人かっていうことになるんだけど、5が強靭かどうかってわかるからね。まあ、それで真実はわからんけど。まあ、一定数はわかるわ。嫌いっていうね、占い師嫌いっていう人のね、感情は。まあ、まだわからんってだけ言っとこうか。まあ、言いたいこと言ってけば色は落ちるんで、私は言いたいこと言ってきます。以上です。あなたの発言です。はい。そうですね。まあ、占いが嫌い。はい。占い嫌いなんですよ。まあ、あまり好きな人いないかもしれないけど、何か進行論言った方がいいかなと思いますけども。苗パッション、奈良が取った苗パッションか知らないけど、何か進行論言ってほしかったなぐらいですね。一画するかもしれないんで、まあ、対抗出てからは、2周目のグレー星座を対抗から頑張ってもらいたいなというぐらいで、フォローが言ってほしかったって感じ。7番は6番を叩いてるようでも叩いてないからね、まあ、2周目って感じなんでしょうか。7の発言には6番を。だからまあなかなか色は落とせないけど、まあ、7番がまあ言いたいことを言うみたいなんで、2周目のグレー星座を期待してます。以上です。はい。9番さんが発言します。まあ、6番が真の占い師っぽいかなって思った感情がね。狼でも狂人でも、なんかマイナスから入る要素をあえてあげて、なんか6番の真までたどり着いてほしいみたいな発言って、なんかめちゃめちゃ真っぽく感じちゃった。これは感情っぽ、感情がちょっと入っちゃってるから。なんかマイナス感情からわざわざそのね、人外がマイナスに見られたいとか思わないはず。絶対真取りに行きたいから。狂人であり、人狼であり。それが6番の新要素かなって思った。なんか6番の位置でドンって出ればいいんじゃない？で、6番は1本釣りたい位置あったら、まあ2周目上げて、っていう感じでいいと思うけど。
まあそれは平凡になるかもしれんし、まあ太鼓が出るかもしれないけど、はい、6番の位置でボンと出る。1番さんが発言します。よろしくお願いします。村人知恵でした。6番さんは占い師でしょう。占い師が嫌だっつって人外で語らないでしょって話です。占い師会いたくないんだったら人外で占い師じゃなくて霊能家騎士を語るでしょって話でしょ。だから本物でしょ。僕一番嫌いなのは霊能です。脳死でローラーって言われて何言っても釣られちゃうからつまんないです。はい、以上です。2番さんが発言します。いや、私6番さんのその占いの位置あんまり芯は拾えないと思ってて、でまずそれで芯を勝ち取るっていうのは人外でも人狼でも村での占いでもできることであって、別にそれで感情から拾うんだったら人狼殺っていうのは人狼殺ですね。うん、感情で拾うのも大事だとは思ってますけど、ただそれで6番シーン決めつけるのはまだ早すぎると思ってます。だってまだ3番4番5番とも出るとも思ってるから、私は一角なんて多分しないんでしょう。誰か一角するって言ってたけど、うん、そんなことありえないと思って思ってるよ。人狼側が諦めなかったらね。で一番さんの言うのにね、霊能の方が私は嫌だと思う。だって本当にローラーされちゃうもん。3番さんが発言します。3番です。はい、3番です。村人陣営です。 CEO ないです。いや、そうにずっと思ってたんですけど、2番さんが言ってくれちゃったんでちょっと言うことなくなっちゃったんですけど、でその6番の位置で出てきて、その9と1がこれは芯っぽいみたいな、これは芯確実でしょみたいな1番さんは言ってるんですけど、別にそんなこともないんじゃないかなとずっと思ってたら言ってくれたんで、ああ言うことなくなったなって感じです。そう、別に感情マイナスから入ってもね、そんな欺けることだからね、それで芯決めつけるの本当に早すぎると思います。でこっからはまあ4、5、まあ、5が占い出てきたらまあ6終わりなんですけど、4が出てきたら精査になるのかな。まあ、こっからの2週目の発言でいろいろ決めていきたいなとは思います。終わりです。4番さんが発言します。はい、お願いします。4番です。占い師ではありません。今発言聞いた中で2番さんが今の段階では白っぽいなって思ってます。まあ、6番さんの偽を追った人って唯一2番で、前配置にもし狼いるなら潜伏を決め込んだ狼なのかなって思ってます。まあ、2番さんは私評価してるので3番さんは2番さん評価なので印象はいいですが、わりかし乗っかりっていう部分もあるかもしれないので、まあ3番さんは印象はいいけど白っぽいなとは特に思ってないです。平和村になった場合は前配置に狼がいると踏んでます。はい、そんな感じです。5番さんどうぞ。あと1番は霊能なんですよね。5番さんが発言します。はい、6番強人ですね。で、4番さんは1番さんの話聞いてた、 CEO なんかしてないし、 CEO してるんだったらちゃんと看板立ててると思いますけどね。で、6の強人を見抜いてた7番さんの鋭さにかけたいかなとは思ってますね。で、4番さんはあの2の回収したいのかな。
って思ってますね。うん、あとはまあ、場面固まってからで、やっぱりさっきの真の現状、印象、そういうふうに割と良かったのは2なのかな。4がちょっと怪しいかな。よく感じがちだから。違うもん。俺さ、2ローだったけどさ、急な死んだって言って、そうだろうと思いながら、マイク入ってなかったかな。はい、どうも、どうぞ。そうでしょと思いながら俺守ってんだけど。そんなわけねえだろ。5番そのまましあ、だよね。そうだね。だよね。めんどくさ。結局出ないんかいっていう感じだけど。まあ、2、3、4、どっかからでいいんじゃないかなと思うけど。まあ、なんかさ、なんだろう。まあ、じゃあ、例えば2番とかさ、じゃあ1番とかに対して、じゃあその視点出すんだったら、じゃあ6とのつながりまで精査できるよねとか思うし、1番、なんか結論なんなのと思うわ。なんか、いや偽もあるよねって。じゃあ対抗出た時に精査すればいい話だし、だから、なんか何が言いたいんだろうとは思う、普通に。だからそれ、なんか1とか9の精算まで進んでないなと思うから、なんか生産性ない議論を始めたのが2番、3番、4番。あ、6って5しろが。で、4番は、なんか、じゃあ、2番が唯一6の2番の進捗だったから、2番の進捗はいいって言ったけど、まあ、偽を追ったっていうよりも、さっきの進捗、まあ、だっていう、さっきの進歩言ってる人の意見に反対したって感じだよ。だから6が偽だって主張じゃなくて、偽の可能性もあるよねっていうのが2番の主張で、3番もそれ丸々同意してるから2番だけじゃない。だから2番と3番に対して同じして持つべきだと思うから、まあ先に出したのが2番で後に出したのが3番というそれだけの話だからね。だから4番はなんか変なこと言ってるなと思うから、まあ釣り師ヒットかなと思うけど、はい。まあ最終位置5番の騎士いるから、まあ騎士にランテージ任すわ。あ、2ランは上げて確実にライン見れるから。はい。まあ、僕は2番、3番、4番が生産性ないなと思ったんで、この中からでいいなと思う。7番さんが発言します。はい。まあね、普通、まあ6が死んだった場合は、まあ人道は結構すり寄ってるってことで、9、1とかが、ローが来るんで、結構1のローはあるんですけど、まあ平和無難になった場合は逆パターンもあるんですよね。強ムーブしてるローも結構いるんで、まあ、どう、あれで、だけど、俺、かばいきれないから、平和村は。無理なときは無理だから、これ言っとくよ、最初から。だから、まあ、後半位置で2人いる場合は、4軸に、4、3とか、まあ、4、2。まあ、2の境界値をしてるから、4、3とか、逆に、4、8とかも繋がってくるのかなっていう考察ですね。はい。まあ、あ、これ1が接続なんだ。まあ、接続でいた場合は1継ぎで、いいんじゃないですか。うん。でも今一番気になってるのは4。まあ、一番ローっぽいとこ入れたいと思ってますね。まあ、8番は一番色落ちしてないですよね。まあいいんじゃないか、みたいなこと言ってるんで。まあ、8番はちょっと2周目。うん。気になるかな。だかまあ4から引っ張ってもね。まあ3も乗っただけはちょっとわかんないね。うん。まあ1帰ってこなかったら1。うん、しゃあないんじゃない？まあ1のローもあると思うよ。大体多分すり寄るんだよね、ローって。あなたの発言です。はい。まあ、兄さんや二郎構成だと思ってるんで、一つって七占いで戦えばいいだけなんで、私の占い飛ばさなくてもいいんで、釣り七占いでもう兄さんや二郎構成だと思ってる。はい。あの時点で6番が、比較してるのに6番が偽の可能性を追ってること自体がまず後半位置で追ってるっていう。前半位置ならわかるんですよ。100ポイズって。うん。あ、一番帰ってきたんで、2、3、4。ここに、もう釣り使って3、3日かけて使って、あ、4でいいですよ。7番が4、8、高なら4弁でいいです。まず。2、3、4、どこでもいいです。ここに2郎がいるはずです。はい。前半1ならまだ6番の偽折ってもいいけど、後半になればなるほど6番しかいないんだから、6番の真の可能性ってあるんだから、潜伏がない限り。それで偽だと言える感覚が本当にわかんないです、僕。うん。
だから、2、3、4に、まあ、3日かけて釣ると。占いは1か7っていう。で、私は戦うっていうことで、はい。って感じですね。はい。まあ、7か1占いをしてもらいたいなと。ね、個人的に。で、2、3、4を釣る。まあ、なんか、8、4をなら別に4番釣りで構わないです。まあ、2、3が不思議な感じですよ。うん。金運のことは欠片も追わないのかなと。まあ、7と1が6の白見えてすり寄ったってか、あの発言ですり寄るかって話だから。うん、偽で見えてる、偽でね、兄さんみたいに偽で見えるっていう、ね、こともね、言いそうな発言だから。うん、だから7と1がすり寄るってのも変だから。うん。発言が変な2、3、4を釣りたいですね。3日かけて、はい。9番。さんが発言します。まあ感情が嫌だっていう2番さんがいるんで、じゃあ感情精査すると2番がローっぽくないんですよね。はい、どちらかといえば乗っかり気味の 3,4 が狼っぽいなと思ってて、2番なんだ、わかんないんだけど、ただ一番がちょっとわかんない位置かな。野心でしょうっていうのは、まあ、俺と、まあ、思考は一緒だったから印象はいいんだけど。まあ、どう見えてんのかな。一番さんは。強靭目があったのは、俺、7番さんだと思ってて、7占いは避けた方がいいんじゃないかなと思って。7番の位置で、1周目から6番の強靭を追ってるのね。いや、追わないよ、6番の強靭は、さすがに。あの発言で。って思ったから、だから7番自身が強靭を追ってて。まあ、これはちょっと。ただ、まだ、6が5するだから、まだ、可能性あるから、頑張ろうっていう。プロ予想は拾えてない。7、8ともに。ただ、5しろだから、まだ可能性ある。3番落ちてるから、3番つって。3番でいいよ。3番ね。まあ、一番白いとこ、占う。まあ、ただね、5番に刺さってるからね、黒狙いでもいいのか。1番さんが発言します。私はもうオリンピック見ます。よろしくお願いします。オリンピック見ます。ゴルフやってます。あの4番さんは、まあ、どこでやってんの？3番が接続切れてなければ4番からと思って、僕は例のは例のですなんて一言も言ってないので話聞いてないんです。で、話聞いてないから女子バレー見るか怪しいってなっちゃう人もいると思うんで、まあ、でも基本話聞いてないし、何年前に女子バレーとか見てたら、何年前だな、何かの大会の時だろう。まあ、僕は例のは嫌いだとは言ったけど、まあ、ね、例のですなんて一言も言ってないし、ね。白引きするなら俺だけど、この状態はご苦労、あ、ご苦労じゃない、5に刺さってるわけだから、9番が言ってる通り、黒を引くのも愛だから。でなると、なんで8番っていうのは、俺占いっていうふうに言ったのか全然わかんなかった。あ、3をまあとりあえず釣る。バレーでは3が強靭で落ちてるかもしれない、わざと落ちたのかもしれないし、ブラジルって強いの、まあ、とりあえず3で占いはなんで俺を勝ちは言ったのかが世界ランキング的なものわかんねえけど、どれだけの敵敗する強いチーム、まあ、2番に関しては、あれを言って対抗で出てくるんだったら分かるけど、あれを言ったのにもかかわらず対抗で出てこないから、逆に2番さんは村人なんじゃないか。男子運用はそこそこいい順位やってんの。分かんない。7番さんに関しては、落ちちゃってたからちょっと分かんない。ゴルフ映ってた後に暇つぶしにチャンネル変えたらハイライトやってた。終わってた。2番。さんが発言します。
私は9番さんと同意でね、強靭軸だったら7番はあると思ってます。ブラジル女子ってなんかサッカーやってなかったら、確かにビーチバレーとかバレーやってるイメージやな。まあ、なんか潜伏するからね、それ次第ではまあ人狼は潜伏するからね、そこ順位あんじゃね、そのまんま7番さんがやってるんじゃないかっていう、ブラジルってそこそこ変なムーブを取ってしまった時の7番強靭が潜伏を選んだっていうのは十分あると思っています。6番がもう一角してしまったんで、その時にまあ、7番は占い飛ばしたら、まあ、確かに白が出たら、まあ、強靭で私は置きます。黒が出たら、まあ、ラッキーかなと思ってる。で、まあ、7番強靭の時に、まあ、二人狼いた時は結構私1番っていう軸も結構危うい場所ではあるとは思ってますよ。どこ強いんだろう、うん、女子バス1周目は普通に、なんだろうな、普通というか本当に色わかんないんですけど、2周目以降はなんかね、3番さんのその接続切れ、まあ、確かに PP 懸念から兼ねても私も3番に行きたい気持ちはあるんですけど、まあ、3人じゃないので、まあ、その時の1番さんが相方に3番を持っとった時のその感じで話しとるような感情というか感じというか、それを一番から感じたとき、1、3もあるのかな、7強靭のっていう目線もありました。4番で人外が落ちる、やっぱりこうなんかオリンピックとかそうなると見るよね。まあ霊能に最後なんで霊能なんですかっていうのは、多分私もなんとなく一番下がる霊能をだよね。女子なんかサッカーじゃねえはずなんだよな、ブラジルって。3番バレエの方なんかイメージあるバレエとか。おい、俺が釣られるっつう。タグ。おい、おい、が多すぎ、言葉出ねえ男。もう3でいいよ、3が狼でも知らねえ。3が村だったらまだ勝てるから。だから諦めたらいけないから。僕の責任。消します。3振りですよ。狼で泣いたんでしょ。だったら3番が悪いから、俺の精査ミスじゃないからね。さっきの乗っ取りも俺の責任じゃないからね。乗っ取りに関しては俺の責任じゃないから、騎士が悪いって言われてもさ、何するって話。大体噛まれんだから俺こう、立ってくる。もう3番釣りで。やらせないの。うまいっすか、ね、やれますから。慣れられされてない。僕が死んだったこともあるから警戒して気を使って言わないと。ほとんどの人は自分のシーンを見ないやつを釣るんだよ。あ、俺のゲーム見てればわかるわ。俺が多分ね、普通とは違うってことがわかる。自分のシーンを見てないってもう例外的におかしいっていうことがあれば釣るけど、もちろん4番さんが発言します。シーンを見てないのを、はい、お願いします。まあ、1番さんは確実に狼だと思っていて、1番さんってロラされるのが嫌いって言ってたので、霊能で出る布石を打ってたんですね。で、私はだからこそ1番さんに当てて、霊能なんですよねって問いかけたんです。だから出れなかったんじゃないかなと思ってて、やっぱり2番さんって村っぽいなって思ってて、2番さんがローだった場合、4番釣り寄せばいいからって思ってます。3番釣って3白引けた場合に、17の子かな、時点18、12の順番かなと思ってます。1番さんが8番さんに言ってた、なんで17占うのっていうのは、6番さんが2、3、4指定してるので、そこを、ね、縄で使って8番さん目線17と近いに色付けで、8番さん目線はそれですっきりするって話だと思いますよ。うん、
思いますよ。女子バスケ見てて、その後、ゴルフになってた。まあまあ、まあ、今のが、女子バレーのハイライトってた。私の、リハイしたらしい。まあ、お札です。で、6番さんは、どうなんだろうね。騎士に刺さってるから、黒狙いがいいのか、白狙いがいいのかわかんないけど、私は、ボロ負けじゃなくて、やっぱ残った村のために、あの強靭ないとこ、村っぽいところを占ったらいいんじゃないかなと、ちょっと思ってます。かな、まあ、3番で黒引けたらいいけど、ってとこですね。結構7番の陣がヒット。男子はもちろんローンでサッカーだけど、女子の方はなんかバレーとかビーチバレーのイメージだもんね。5番さんが発言します。はい、1番が強靭臭いなって思ってるんだよね。3に強靭塗りしようとしてたけど、完全平和村で、あの強靭がわざわざ落ちるって死にパターンじゃないですか。それよりは、あの狼が落ちる方がわざと落ちるんだったら可能性があると思うんだよね。一番いいのはやっぱり狂人がちゃんと一角に占わせて、占われなきゃいけないから、もう三ずりしなきゃいけない。2日目に占いを噛んで殺して、もう占った先を白で置かなきゃいけないっていう話にするのが普通じゃないですかね。だから一番の精査がおかしいなと思います。三郎だったらふざけんなって話だけども。だから狂人、まあ、4番は、と言ってた理屈の、その霊能で出る布石っていうのは感じていた。もうその辺も強靭っぽいなと思うんだよね。保身が多すぎじゃねえか。自分はね。だから1はとりあえず外します。まあ、しょうがないよね。3つるしかないか。すんの。レジスロー。うん、って思ってますね。レジね。だから自分の中では7番さんの強靭目って言ってた2番さんとかとはちょっと合わないなとは思っているし、8番さんっておそらく7占ったってって言ってなかった、1じゃなくて、ちょっとその辺は曖昧です。でも何にしろ多分白アップしたいっていう主張だったと思うんで、まあそれする人はあんまり狼目じゃないのかなと思っているぐらいですね。はい、私も絶対6守るんで、6守りしかないからもう。1ずりってこと？投票してください。アバターをタップして選択できます。3黒だったらめんどくせえし。ブラジルの人たちって、180とか190とかあんのかな。投票を終了しました。メーターはどれか2人しかいないだろう。追放されるのは3番さんです。日本人女子って何センチぐらいなの。バレーは180近辺。3番さんが発言します。まあ、バレーとかもあのバスケもそうだけど、あの背の高さっていうのはかなりあれなスポーツだからね。夜になりました。そのままお待ちください。白熱してる。ハイライト自体はダメーかな。ハイライト見てるけど今だから見てるよ。合間にそのままお待ちください。赤牌なのどうでもいいけど、2セット取ってるけど取られたけど盛り返す。何セットあるっけ。あれ本当に見てないから分かんないんだな。昨夜襲撃されたのは5番さんです。3番の色が何色だろうね。黒だったらめんどくせえから投票したけど。6番さんが発言します。ありがとう。これが大事。はい、8番さん白でした。これのために全てをかけたから。じゃないとダメ。投票が変だとダメ。ありがたい。これ戦える。そっか、3白か。8番さん占った理由は、まあなんか議論外。なんかみんなからの視点から漏れそうだと。ここ狼だったら絶対勝てないと思ったから。このために全てをかけたから。まあ1番も4番もつっちゃっていいんじゃね。それだったらと思うわ。うん、俺は。
まあ、1番はまず8番に対して、なんか自分、8番占いはなんでだって言ってたけど、8番の視点上で2、3、4が人外に見えてんだよ。で、見えた上で、じゃあ7番のケアで7番占ってって言ってるからね。2番、3番、4番人外なんだけど、じゃあそこに色当てずに7番占いをしてくれっていうのはケアだと思うから、それ聞き逃してるのがもう落ち度なのと、あと4番は、なんか1番確定人外の目線ってどっから持ってきた、まあ、それ、なんか霊媒がうんぬんとかそれだけなのとか思うのと、あとなんか1番とのつながりと、あと7番が人外非行一っていうのはどういうことなんだろうって思う。初日の発言から引き続き、なんか2番の白要素とかめちゃくちゃ気迫だと思うから、まあ、9番さんにちょっと進行を委ねるけど、俺は1、4ローラーでもういいかなとは思うんだけど、まあ、あと1番の自投票とか何の意味もないと思うからね。まあ、ここ、両人会全然あるから、まあ、色高いっても強人人狼あると思うよ。とは思う。かな。まあ、普通、まあいいや。とりあえず、まあ僕はそう思ってるとだけ言っときます。7番さんが発言します。いや、これ、初白はでかいかなって思ってるっすね。なんか8番の強めってなさそうで。で、俺はやっぱ1番するべきかな。これね、結構ローでやるパターンで、自投票して共鳴上げて、占い値逃れるってあるんで、先生はね、結構1ローあるかなって思う。共鳴を消したんだよ。で、91が、まあ、6進じゃねえかって言った時の反対意見を2番から言ってるんですよ。そうとは限らないって。でもね、共鳴があるとね、2番っていうのは結構共鳴があって、って共鳴消さないと占い値に1、4、6、2、今日めちゃくちゃ俺の中で見てるかな。西洋なら変なやつ占いです。なんかっていうと、4番ってなんか1番確人会だって言って、平和ね、占うから、まあ、これはまあ占い、4回プロ占われた時のライン切りであって、なんか1、7って繋げてきたんですけど、7のクロス要素はな一切言わずに詰めてきてるんで、で結構相方の1を釣りをして、7の私に繋げてきた1、4ローがめちゃくちゃ見えますね。結構合ってんじゃない ?1、4ロー、2強人。結構ね、やるから自投票して、強ムーブして、占い地のお金。だから、1でいいと思います。で、その相方が多分4じゃない ?4 の発言が。うん、まあ、しかも、前半1にいるっつってるんで、そうだね。7、8、白、白だったから、そういうことだね。多分1、4、ロー、2強だって言うと思うよ、俺。うん。どうでしょう?あなたの発言です。はい。あ、はい。1番、4番、はい。釣り切って、27審議っていう。まあ、基本、それでも構わないです。はい。まだ今のところ、1番が1番おかしいんでね、あの場面で自投票って意味わかんないんで、強人ってのもあるし、あ、僕は村なんでね、強人ってのもあるし、人狼で、ローっぽさを消したっていう、の言う通りも考えられるんで、あの場面3番釣れないって、おかしいから、うん、あとなんか私視点になれば2、3、4、2ロー構成かなと思ってるから1から7に色をつけてほしいっていうのは普通だと思うんで、占ってくれっていうのがおかしいっていう発言してるから占いを恐れている人狼あるんで、まあ位置ずり問題ないです。その後まあ僕の、まあ、優遇になると思うんだけどね、明日噛まれると思う。4番釣るっていうのは別に問題ないです。1釣って、まあ、2、4、7の審議はしますけど、9の意見も参考に、村なんでね、あまり輪を乱さないでね、9の中の欄の中で投票しますよ。まあ、今日は1番で構わない。1、4の欄であれば1番かなっていう。はい。9の欄は、まあ、明日以降ね、その中で投票します。はい、大丈夫です。村なんで、はい。まあ、1、4って可能性あるんでね、まあ、1釣りはまず何かの陣内。ここはもう確定だと思います。あとは、2、4、7。ここに、まあ3番次第だけどね。3番が強人でなければ、偉人がいると。3番が強人ならば、1がローになって、2、4、7に相方がいるって感じなのかなと思ってます。はい。9番に任せます。以上です。はい、1番釣りましょうか。9番さんが発言します。まあ、一番さんが村だったら、申し訳ないけど、一番釣りかな。まあ、自投票がやっぱり最終盤面に残しておくと、多分人外乗りされて、まあ、今の盤面とか見てても、多分1、4の欄で上がってきてたからね、ずっと、8番まで。一番さんは、
多分村でも殺されちゃうから、うん、そうだね。まあこれが1、3村村だった時はもうお手上げだから、まあこれは3番さんのせいにしよう。まあ、白だったからね、3番。まあ、強靭で落ちてればいいけど。ぐらいかな。まあ、1番さんの色は確実に見れるんで、多分6紙入るから。はい。まあ、1がローだったら、うん、まあ、1番の色を知って、明日議論すればいいんちゃう？まあ、それか白か黒かによって、まあ、いろいろ見えてくるものもあるだろうし。1を拒んだら怪しい人になる。うん。1村にかけて釣ります。なんか、7番さんの意見良かったかなと思ったよ。やっぱね、俺、教授を追い出す人が教授に見えちゃうんだよ。どうしても。で、2番さん、多分、まあ、俺と同じ思考だったからかもしれんけど、7番の教授を追ったから、あ、教授を追わしたいんかなって思っちゃったんだよね。まあ、これは俺の主観だから、あんまり気にせんといて。7番さんも2番さんも。はい。だから2番、7番はあんまりローメ感じてなくて、まあ、一音なんじゃないのかなっては思ってるけど、今のところね、はい。まあ、一番さんのちょっと色見させてください。一番さんが発言します。はい、二番に入れようとしたらずれちゃいました。すいませんでした。あ、ちなみに、三に入れるつもりはなかったですね。二に入れようとしたら、あの、画面がずれてて自分になっちゃったみたいで、2番さんが2周目言った1さんがあるって言ったんですけど、1さんはないですよ。相方落ちたら僕やめますからね。だから2番絶対おかしいなと思って2に入れたんです。で、多分3が強靭で落ちるっていうの全然あるから、だって残ってたら狼が釣られちゃうから、わざと落ちて3が強靭ってあるから、別に3を強靭で追うのもおかしいな、あれだと僕は思っていないから、まあ、8が白ということであれば、まあ、4番のあの発言からすると、まあ、27狼3強靭か、わざと3が落ちたのか、それとも4が霊能っていう把握漏れをしたから、27狼4強靭のどっちだと思います。はい、以上です。それぐらいしかもうこの状態だと言うことがない。タップミスは、あ、でも3に入れるつもりはなかった。あの、入れ、3を押したつもりじゃなくて、2を押してました。2番、3が発言します。1番が強靭だった場合は、まだ二人狼残っている場合って、まあ、名は足りるのかちょっと怖いなと思ったのと、まあ1番行くんですけど、一の相方で考えたとき、七番さんの発言は、すごく白く聞こえた。となったらもう一四しかないんだけど、となったら六番の新占いから諦めた人狼で、強人一どこだろうで探したとき、八番で強人が白で見つかってるっていう可能性もあったら、まあ諦めた人狼で144番っていうのもあるかなっていうのは最終結論はありました。だけど1番が自投票をしているっていう盤面、相方がライン切ったっていうふうに見たとき、まあでも6、ああでも6番死ぬんだよな、7番の人狼像が追えたいけど追えないなっていう目線ですね。なんで6番がもう一角した盤面か、1番4番の諦めた占いで出なかった人狼っていう風に見た方が自分目線すっきりするかなと思ってます。強靭がはたいていないと私は思ってるので、そうなったら、まあ、3番で落ちてる可能性もあるけど、でもこれで8が強靭だった場合って噂のNHK の女子アナの人ってこの人？逆に私はそれが不思議な。元体操の金メダリストと、横になってるけど、開会式全然見てないんだけど、衣装がどうだこうだって言われた人は。4番さんが発言します。今女子アナ、NHK の女子アナで。まあね、確定や。
職の方々がそういうのなら、まあ、仕方ないんじゃないと思うけど、6番さんさ、私が狼だと思ってるのは私占いだよ。で、4派生で相方探したらいいと思うよ。そうじゃない？こきし刺さってるんだから。そうだと思うけどね。なんかよくわかんないや。で、まあ今日一番釣ります。一番は確定人外だと思っていて、自投票するのタップンスでどうのこうのって言い訳をしていたけれども、それは通用しません。で、私ね、これ思うに、3の色を見せれるぐらいの余裕があるってことなので、やっぱりね、まあ、2、7どっちか、7が筆頭だと思うけどね。一狼だった場合、7かな。3強、8強、8強はないかなと思うけどね。一番さ、ほら、言ってることおかしかったじゃん、2周目ね。この1の人も、まあまあ、かなりあの自己中心的な部分が。場を乱してる。場を乱さないで3番に投票するんだよ。3強陣落ちてなかったら、位置が村だった場合もなさそう。何かしらの人外だろうから。でも。だけどね。まあいいや。位置つってください。で、なんだろう。いや、6番さん本当に4占いだと思うよ。4派生で精査できたじゃん、村が。そう思うならね。投票してください。アバターをタップして選択できます。代表として平成までにこう釣らない方が怪しい。フォローを投票を終了しました。やれろと思いながら追放されるのは1番3です。1番さんが発言します。もうこれ3が強靭でないと負けだから。だから3が強靭でラインがどこ、まあ4が7ってこの後の話をしてたから。3に行きたくないじゃなくて3に行かなければならない。1、3ってつなげようとしてるのが2番なんだ。自己中心的なことを村でやってたら無理に行けない。7番が2日目にいきなり1番って言い出したんだ。だから俺ラインがないんだよ。白しか出ないよ。もうあと、うん、うん。あ、今のうちだ。そしたら亀。夜になりました。そのままお待ちください。そういうこといるけど。お待ちください。昨夜襲撃されたのは6番3です。7番さんが発言します。はい、1番の色は、あ、一色、ほらな。ただね、ちょっと2番も気になってきて、まあ、一応は昨日言った考察の通りなんだけど、2番がね、まあ、7は強靭だ、8は強靭だっつって、で、7は白く見えたって言ったんですよね。狼で自己中心的な投票するって言ったんですよ。ローはあるんですよね。ローはやっぱ評価収してくるんで、ワンチャンで1からでも1は2につなげたがってるんですよ。これをどう捉えるかですよね。逆で、1、2はないよって言って、1はずっと2にベタベタしてたんですよね。
いや、これちょっと昨日の一浪だった場合は、ちょっと一銀も若干見えてきてるんですよね。まあ、4番さんは2を評価回収して7を追記して、まあ、両方どっちもある。まあ、8が村だったら2を釣り切ってもらえば勝ち確なんだけど。いや、ちょっと昨日の2はね、なんか俺評価しされるのかなって思っちゃったよね。7は白く見えたなんて。村で言うか。いやー、1、2も若干あるかな。まあ、でも1、4が一番見えるっちゃ見えるんだけどね。ちの核人外。核人外理由がないしね。で、7繋げてきてるから。まあ、4と2、6。両方俺あり得るような気がしてきてる。ちょっと。まあ、黒い方から行こう。うん。ちょっと、やっぱ2はすげえ強靭探してるようにも見えてきたし。まあ、4は言ってることよくわかんない。6は私占いっつってか、4の強にも見えてる。強論。あなたの発言です。はい、1黒だと、はい、7も追わないといけなくなるよね。ライン切りってのもあるからね。困ったね。7、2、4、この3択困ったねって、まあ、思ってます。1番とはライン切れるからね、どこにも白は置けないかなっていう。まあ、基本9のランテージ従いますけども。7も一応追わないといけないかな。一番白とかだと一番強靭あたりだから、2、4、7、2浪構成でなれば2、4とかってのもある。7弾いてもいいんだけど。1浪となるとね、ライン切りは別にこの平和村だからあるんだよねっていうのは怖いなっていうところの位置です。あ、まあ村なんで2縄は使えますっていうのありますけども。あ、難しいなと思ってますわ。で、強靭がいたら、あ、そっか、強靭がいたとしても、まだ、狙える位置だから、村釣ればあれだから、使用してないか、3番が強靭かってところ。村なんで2段は使いますと言っておきます。7も経過しなきゃいけないなっていう、第4だけじゃなくて。ちょっと1がローだと、いろいろ3択だね。どこも白は置けないかな。自分の印象は。はい、以上です。9番さんが発言します。はい。74のランで。74のランで。7番さんが強靭が否定できるかなと思ったのは、2番もあるかなって追い出したところね。多分7番のスケールって2番強靭。で、1、4ってなってたから、昨日3回ミスってる男に、まあ、4番行けば悪いんじゃねで、よかったと思うんだ。7番つろ。だけど、7がローでもなんか2番と戦う姿勢を強要なくって出してきたから、7番ローあるなと思って、これは4番で終わんないことを知ってる7番ローっていう可能性が今出てきたから、おばちゃんのファンもいるから、7番が強靭ではないなと思った。もう絶対ゲームだから、勝ちなさい。サちゃんがいつもね、開いてる。まあ、それは昨日もね、1、4の2強って上げてる視点で、あんまり強靭っぽくはない。強靭だったら、7番の1だったら多分2号すから。まあ、村っぽく見えてたんだけどね、昨日。番が、サちゃんに勝ってほしいと。まあ、4番差は相変わらずちょっと外せないかなっていうところで。じゃあ、7番行きましょう。これは俺のスケールとして、昨日1、4、ローが出たこと、今日の7番の狼要素がたっぷり出てきたことから、7、4のラン。はい。4番一本してはしないんで、ってところかな。はい。2番さんが狼だったら、本当に申し訳ないけど、あんまり2番の狼寄ってますね。2番。さんが発言します。8番の強靭はないかなに変わりました。8番目線も強靭だったら2番釣る方向でしか多分勝ち目ないと私は思ったので、そうなった時に、まあ、最悪なケースが4陣外の7強が最悪なパターンかなと思ってて、でこの盤面か私が釣られた場合、
まあ、4番の人狼と7番狂人が残ってた場合、多分8番か9番どっちか噛まれて負けると思ってるので、そうなった時に、まあ、7番の視点は私目線はさっきまで白かったんですけど、急にこう2番に色傾けてきたのが、まあ、2位でつなげてきた7番の狂人氏がなんか狂人目がなんか感じてしまいました。でも人狼で7番が落ちるっていう可能性はやはりこの場面はあんまり追いたいけど追いたくないっていうのがちょっとここで、まず1を乱してること自体がダメだし、話も聞いてねえで、まあ7と1がラインに取ったらまあそれまでなんですけど、だけど私目線に7はなんとなく強靭で落ちそうだなっていう感じが変わりました。滅ばれ方式、うん、私なんで私目線は4に行った方がいいのかなとは思うんですけど、4で終わるんじゃないか、でもまあ7でもいいかなに変わってますけどね。7で強靭落ちた場合、もう多分8で強靭も多分落ちないと思うから、そうなったら一陣外の4番しか残らんけん、まあ7釣り7釣ろ、面白いかな。71だったら申し訳ないけど暴いきれないから、逆に行くわ、7番。4番、さんが、負けたら負けたでしょうがない。発言します。はい、お願いします。2番さん、7いけるよね。2番さん、7いけるよね。7釣りしてください。だから私は1日目に言った通り、1番、7番は狼っていうか、人外っぽいっていうのを残してますよ。で、9番さんに、語りかけるんだけど、一黒引けた場合って4って村で置けないですか？なんか相変わらず4は入れるっていうんですけど、で私8の狂人は追ってないので、それは皆さん同じこと言ってるので省きますけども、7番さんは17なんかな。なんか2番さんもなんか逃がすところがよくわかんないんだよな。2強なんかな、17の2強なのかな。なんだろう、ちょっと一つ言うんですけど、三四郎を見せて4に釣り縄持っていきたい人狼って考えると7番結構ヒット位置じゃないですか。うん、前半一に狼がいるっていう視点が、私はやっぱりこの平和村盤面でそうだと思ったので言ったんですけどね。なんだろう、まあ一番釣れて、これ三強じゃなかったらこれ狼釣らないといけないから、まあそうですね、7番いきます。7番いってください。投票してください。アバターをタップして選択できます。あ、さあ、準備。よし、ここ。あ、まあ、オカミが釣れたらオカミが村は強かったから、村は俺の出世道じゃないし、もう。追放される人が決まりませんでした。ジョーちゃんの華麗なる一発、華麗なる一発が決まった。4番さんが白熱の戦い発言します。ん、7番に投票したのは24 2番村かな。うん、なんだろう、7番さんって4通って終わらないことを知っていて、これ2番8番に狂人いなかったら困るので2番と戦う姿勢を見せてるんですね。わかりますか？ 3 の狂人が落ちてることを懸念して2番と戦う未来を書いてるんですよ。8番さん、9番さん。なんかそれを伝えれたらなと思ったんですけどね。7番さん、7番さんで4番にし
ほぼ4番にしか視点向けてないんで。7番さんが発言します。はい、これね、もう2強が4、1を分かってるパターンですね。これだって2番さんって4が怪しいって言って、でも7いけるって言うんですよ。まあ、2が、まあ、今日もムーブしてローあるけど、4番ってもうずっと7、1思考ロックして2の評回収してるんですよ。私がローだったら2か4の評回収して1本ですけど、私2と4両方人外だって強してて、コーナーが決まりました。それ分かってほしいですね。8番さんちょっと分かってほしいな。神一めんどくさいから2、4、7、勘でくんない。4でも終わると思います。2の強人が4、5、主人さんも補足して4、1ローだって言ってるのに7いけるって言ってるんです。目見てんのね、誰も俺の表情見てないの。ちゃんちゃら、まあ、2人外の瞬間よ。2強で、4強欲しいんだもん。どっちかに投票してください。俺のミスじゃないんで。4が2の評価回収して。いや、俺は教授として仕事してるよ、これ。どっちか分かんない場合は。ね、2は本当は昨日7の評価回収して4狙いで、価格盤面作った方がいいから。投票狙いで価格盤面作った方がいいから。投票してください。アバターをタップして選択できます。どっちも俺の教授に追わないんだよ。勝つったら下でもうしょうがない。こう合わせられたら合わせられたで。まあそれ。投票狙い。俺がやるべきことは。投票を終了しました。わかんないんだから。追放されるのは、4番、3です。何しよう !4 番。これがヒロちゃんスーパープレイ。ヒロちゃんの強靭地位を。夜になりました。完全の男性ファンが聞きたかった4番ちゃんの、4番ちゃんの女性陣の遺言が聞けない。4番はなんか白かった気がするけどね。白かった気がするんだよ。7じゃねえか、2じゃねえ、1が2に投票してるところと7番ってどっちもありそうなんだよな。俺の4番はなんか白かったんだよな、なんか。まあ、これでヒロちゃんの得意技が決まりましたね。そのままお待ちください。昨夜襲撃されたのは9番さんです。2番さんが発言します。はい、負けたんで私釣ってください。なんとなく9番さんが4番さんに行ってしまったんで、これ多分私7番さんに行っても多分8番さんはやばい、戻ってこれない。ラバンもあったか。酔ってるところはあったんでね。危ねえ、危ねえ。検します。しゃあないですね。あなたの発言です。まあ実は一端だったんですよ。でもこんな貸し方は許されないと思ってるんですよ。4番さんが接続切れじゃなくて試合見ていたら、ヒロちゃんがこんな貸し方してるのは許せないって思うかもしれないです。僕はまた4番さんをはじめとした女性陣とゲームがしたいんです。4番さん81でした。6番強人、3番新占いなんですよ。こんな勝ち方をしてはいけないと思っています。だから私は自投票します。4番さんとまたゲームがしたいんです。女性プレイヤーに対してこんなね、卑劣な勝ち方は許されないと思うんですよ。3番がシングラ内で、そして6番が強靭。あ、俺は自動ですよ。捨ててください。フェアプレイです。やはり、今オリンピックもあります。誤審が続いてます。でもね、フェアプレイじゃなきゃいけません。参加することに意味がある。人狼ゲームもそうです。参加することに意味があります。
3番の新占い、こんな勝ち方じゃいけない。4番さんが聞いてると思います。78ローロ6強陣3番新占いなんですよ。これで勝ってはいけないと思うんです。4番さん、78ローロでした。6番強陣、3番新占い。だから27番さん、まあ私は強ムーブを取って、まあ、投票になってね、9番噛んで自白しようと思いました。今日は私を釣ってください。やはり、こんな勝ち方でダメなんです。オリンピックもそう、参加することに意味があるんです。8番釣って終わりましょう。実利します。以上です。というね、いつものヒロちゃんの。投票してください。アバターをタップして選択できます。本当に強靭だよね。これ本当に強靭じゃなかったらただの先輩野郎なんだけど、ある意味。強靭だ。忘れんだよ、役を。だから巻き戻すときにめんどくせえから。投票を終了しました。どっちだったんだろうね。追放されるのは、やはり8番さんです。危ねえ、なんかね、あれ、やばかった。試合終了。